こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしみとアプリコットです。本日の企画はこちら、どん、はい、おっさんずラブリターンズ1話の感想を語りたい、はい、ということで、はい、1月の5日に、はい、もう大人気BL ドラマと言っていいんですかね、そうですね、はい、おっさんずラブの、はいはい、リターンズ続編の方が放送開始になりまして、はいはい、でもう早速ね1話を、はい、アプリコトさんご覧になったということで、はい、ちょっと私まだ見れてないのでいろいろ感想を伺いながら、はいはい、ちょっとまだ見れてないよって方も、はい、今回から見たいなって方もちょっとこの動画を見てぜひ一緒に今期からおっさんずラブ追っかけていければなというふうに思っておりますので、はい、それではじゃあ早速やっていきましょう。はい、それではまず前作までの簡単なおさらいなんですけれども、まあ、天空不動産という、はい、不動産の営業所、うん、東京第二営業所というところを舞台に、おっさんたちが、タイトル通りおっさんたちが繰り広げる恋物語なんですけれども、はい、主人公が春田総一という、はいはいはい、冴えないサラリーマン、モテない恋人もいないといういつか素敵な恋がしたいという願望を抱えているサラリーマンなんですけれども、合コン失敗続きのところ、うん、なんと自分に好意を寄せてくれる人がいたんですよ、はい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 、それが実は50代の部長というそうでしたね、はい、はい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 、吉田鋼太郎さん演じる、うんうん、黒沢部長という上司としてとても頼りになるんですけれども、うん、もう恋愛になると途端に乙女な一面をめちゃくちゃに出してくる、ちょっと可愛さもありながら、はいはいはい、ちょっと何をしているんだみたいなところもある、うんうんうん、そのアピールがすごいんですよね、うんうんうん、部長に好意を寄せられていることが判明してしまいます、うん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 、それだけではなくて、春田に好意を寄せる人はもう一人おりまして、はいはいはい、なんと移動し春田たちのいる部署に移動してきて、そのまま春田が、一人で実家暮らしだったんですけれども、うん、お母さんがなんか出て行ってしまって、はい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 、それで空いている実家に同居することになった後輩の牧くんという子が転がり込んできまして、なんとこの牧くんもっていう春田をっていうこの三つどもえのどうなってしまうんだっていう三角関係が前作までだったんですけど、はいはい、黒沢部長のその離婚騒動ですね、もう妻と別れてくるからもう少し待っててくれっていう離婚騒動と、うんうんうん、あと真木くんの元彼ですね、はい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 、同じ営業所に竹川さんっていう元彼がいらっしゃるんですよ、うん、その元彼との紆余曲折とかそういったものであったり、うん、そのもうラブバトルみたいな、はい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 、おっさんたちのジェットコースターのようなラブロマンスを経て、うん、なんと春田と真木がプロポーズを経て結婚するっていうのが前作までで、はい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 、それで真木くん、こちらのリターンズの世界線が5年後なんですけれども、うん、3年半ぐらい真木くんがその海外で活動をお仕事していまして、で春田も冴えない平社員から係長に昇進しまして、部下 の面倒を見たりとかそういったことを任されるようにとかなったんですけど、うん、その前に進んでいるおなじみのメンツに加えて、うん、ちょっと新キャラを加えての、はい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 、はい、真木くんと春田の新婚生活どうなってしまうのかっていうのがリターンズの簡単な内容になります。はい、それでは早速リターンズ1話の感想に入っていくんですけれども、うんうんうん、はい、ドタバタ劇は変わらず、はい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 、はい、絶好調で、うんうん、田中圭さん演じる春田のもう顔の表情であったりとかも絶好調だし、2人の関係性とかも相変わらずなんですけれども、うん、やっぱり続編っていうと、うん、新婚ラブラブあまあまみたいなのをみんな期待されるじゃないですか、はいはいはい、いやでもそうは簡単にいかないっていうのが現実なんですよね。あ、そうなんですか。はい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 、もうみんな春田も、うん、真木くんを迎えに行く時もルン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 みたいな感じで、うん、楽しみにしてたんですけど、うん、そんな思い描いていた新婚生活とは違って、はいはいはい、春田も真木くんもその昇進したので、うん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 、すごく忙しくなってしまっていて、うんうん、春田はなんかすごい不思議な中途採用で入ってきた不思議な、はい、すごい不思議な感じの謎の新人さんの教育にちょっと
手を焼いていたり、マキ君はそのやっぱり本社で、うん、ホテルリゾート本部で勤務しているので、うんうん、ちょっと外国語を使ったやり取りだとか、うん、そういうのにちょっと苦労していて、うん、なかなかお互いにちょっと忙しくて、うん、時間を2人の時間取れなかったりするんですけど、いやここでちょっとハルタのダメなところが出ていましてそうですか、もうちょっと生活力がちょっと低いんですよ。あ、そうですね、はい、はいはいはい、片付けられなかったりとか、うんうん、ちょっと飲み残しそのままにしちゃったりとか、嫌ですね。ちょっとなんかこうすごい 彼らの新居すごくいい感じの雰囲気なんですけれども、はい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 、すごい広めで、うん、やっぱ不動産で働いてるだけあってセンスがあるなっていう物件に2人で住んでるんですけれども、なんかところどころその置きっぱなしにしているんだろうなっていう細かい服の脱ぎっぱなしであったりとか、うん、あのシンクに洗い物がめちゃめちゃ溜まってたりとか、ちょっとそういう感じで、うん、前作その居候っていう形でマキ君がお世話になっていたので、うん、マキ君がお礼にって感じで全部やってたんですけど、うんうんうん、あ、そっか、ちょっと同居ってなるとまた違うじゃないですか。そうですね、2人ともね対等にやっていかなきゃいけないですからね。やっていかなきゃいけないのに、うん、そのダメダメなハルタにマキ君がちょっと堪忍袋の方がちょっと、あ、プチッとプチッてちょっと狂犬チワワみたいなところが出てしまって、はいはいはい、ついに怒っちゃうんですよ、ハルタに。なるほど、はいはいはい、で俺だって頑張ってるし、うん、みたいな、手伝ってるじゃんって言うんですけど、うん、マキ君のあの手伝うって何なんすか、対等じゃないですかみたいな感じの言葉が出てくるんですよ、はい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 、それがなんかこう現代の家族のあり方だなっていうか。あ、確かにそうですね。その、うんうんうん、ハルタそれはダメだよっていう子供の声がちょっと出てしまう感じの感じで、それでちょっと喧嘩してしまうんですよね。なるほど、今までとのその生活の違いにちょっとハルタの方がついてきてなくてみたいな、はいはい、それでちょっとマキ君もプチってなっちゃってみたいな感じで、もう憧れの新婚生活ってみたいな感じになってしまうんですけど、やっぱり前作同様、はい、あの周りの人が、はい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 、2人を取り巻く周りの人たちも、うん、結構キャラクター性が素敵じゃないですか。そうですね、なので、うん、幼馴染のですね、前作でもちょっと一悶着あったんですけど、うんうん、良き理解者として、うんうん、あのいてくれるハルタの幼馴染の地図さんですね、はい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 、こちらの地図さんが、うん、あの助け舟を出してくれまして、2人の喧嘩に、はいはいはい、まあ、うん、マキ君寄りで入ってくれるんですよ。私はマキ君寄りって言って、はいはいはい、うん、そうだよねって、うん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 、視聴者みんなそうだよねって思ったんですけど思ったと思うんですけど、そうだよねって思いつつ、そう、父さんが提案してくれたのが、うん、家事代行サービス、はい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 、よくあるじゃないですか、その、うん、あの料理とか洗濯とか掃除とかをやってくれるっていう、地図さん曰く QOL 爆上がりのサービスらしいんですけど、それをなんかお友達紹介キャンペーンで紹介してくれるみたいな感じの話になって、マキ君はちょっと家に他人をあげるの嫌みたいな感じだったんですけど、まあちょっと物は試しにやってみようよということで、その家事代行サービスを依頼することになって、あ、その名前が馬車馬クリーニングでしたっけ、馬車馬クリーニングっていうサービスなんですけど、ちょっとなんか面白い感じなんですけど、 そうですね、うん、それに依頼して来たのが、うん、来たのがなんと、はい、黒沢部長っていうここで、はい、あのドア開けたら黒沢部長っていう玄関開けたら黒沢部長っていうことが起きてしまって、あのそれを見たマキ君がチェンジでって言うんですけど、そうですね、落ち着いて、気持ちはわかるけど落ち着いてみたいな感じだったんですけど、はい、なぜかその部長、この黒沢部長、その、うん、前作の身を引いて、はいはい、春田とマキ君の幸せを願って身を引いて、そうですよね、はい、背中を押してくれて、うん、その後くっついた2人がくっついたのを見て、うん、まあ、昇進のままなのかちょっとわからないんですけれども、うん、その音信不通になっていたんですよ、はい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 、あの早期退職してしまいまして、うんうんうん、それであの職場の仲間の竹川さんとかとの間でも久しぶりに会いたいから連絡してくれって話になってたんですけど、うん、なかなか連絡を取れず、何していたかと思えば家政婦になっていたっていうそして2人のところにまた舞い戻ってきたという、舞い戻ってきたっていう感じで、はいはいはい、え、これはどういうことっていう、もう視聴者感情を置いてきぼりじゃないですか、うん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 、でもその黒沢さんはそのやっぱりマキ君 vs 黒沢みたいな、うん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 、構図がやっぱりオサンズラブの見どころっていうか、うん、そういう感じであるじゃないですか、うん、え、また怒っちゃうのかなっていう、うんうん、その、あ、冒頭でハルタが
夢を見まして、はい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 、結婚マキ君と春田の結婚式の夢だったんですけど、うん、そこに黒沢部長が乱入してくるっていう夢を冒頭で見ていたので、はいはいはい、それの再来か悪夢再来かって思いきや、はいはいはい、黒沢部長意外にも、はいはい、ハイスペック家政婦ぶりを発揮してちゃんとビジネスライクにお客さんとしてすごい接してくれて、もう一家に一台、一家に一人、一家に一人黒沢部長欲しいレベルの家事能力を発揮されるんですよ。はい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 。で、あれこれはすごい成長したなという視聴者ながらに、あれこれ一悶着あると思ったのにこんな平和でいいのかなレベルで なるんですけれども、まあそこでね、かき乱してくるんですよ、その春田総一さんという男は、うん、あここでここでちょっと天然たらしぶりを発揮されると言いますか、はい、なるほど、ちょっとなんか某アイドルグループのあるじゃないですか、恋に落ちるソングみたいな、あるじゃないですか、ラブみたいな、曲が流れてるんじゃないかっていうレベルの、はい、天然たらしを発揮しまして、その部長マキ君が帰るのが遅かった時がありまして、うん、その時に2人分の料理を作ってくれたんですけど、うんうん、なんかまあもったいない、帰ってこなくて食べないのもったいないからって言って黒沢部長を誘うんですよ、春田が夜ご飯に、うんうん、あれみたいな、ここの時点あれなんですけど、 そうですね、その時に黒沢部長に向かって、はいはいはい、俺早期退職しちゃって寂しかったんですよみたいなことを言うんですよ。あ、はい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 、そこでまず1ダメージじゃないですか。そうですね。でそれでその結婚生活がうまくいってないじゃないですか、うん、その2人、うんうんうん、なのでその黒沢部長もその結婚をされていたので、うん、部長の時はどうだったんですかっていうふうにお話を伺った時に、やっぱりちょっと恋愛方面ではあれみたいなところを発揮する黒沢部長でも、うん、やっぱり人間としてはしっかりされている方なので、そうですね、うん、あのなんだろう、やっぱり結婚生活っていうのは、うん、そういうぶつかり合いとかも経て、うん、なんか家族になっていくから、うん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 、別にぶつかったっていいみたいな感じで、うんうん、やっぱり人生の経験を生かしたアドバイスみたいなのをくれるんですよ、うん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 、それでもうそれが結構春田の心にも響きまして、うん、じーんと感動するんですけど、うんうんうん、それで今日ありがとうございましたっていう感じでお別れするときに、うん、春田がこれ寒いんで使ってくださいって言って黒沢部長に耳当てをこういや良くないですね、まあ、天然たらしが過ぎるっていうか、はいはいはい、恋に落としてくるっていうか、そうですね、なんか、はいはいはい、やっぱり春田さんって割とダメダメというか、うんうんうん、ヘタレだし、うん、ちょっとよく叫ぶし、はい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 、ちょっと前作から引き続きはダメだなみたいなところは相変わらずなんですけど、うん、ここぞというところで男らしかったり人懐っこかったり、はいはいはい、天然たらしな感じのところがやっぱ刺さっちゃうんですよね、うんうんうん、はい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 、なるほど、それでおじさんの心を射止めてしまうんだなっていう、あ相変わらずその春田のそういうところはもう健在、もう健在していて、健在し、あの相手いるんだけど健在してダメだろうとも思うんですけれども、変わらずな感じで、あの部長がせっかく身を引いたのにみたいな感じで暴れ回るんですよ。すごい面白かったです。王様の耳やロバの耳ってあるじゃないですか、ありますね、あれをなんか、うん、あの穴に向かって叫んで、うん、穴埋めてみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、ゴミ箱に向かって叫んで、うん、ゴミ箱蓋して開けたらみたいな開けたらハルタンっていうのが響いてくるっていう、なんかそういうコミカルな描写とかもあったりして、じゃあまたこの3人の前作に引き続き三角関係三つどもえは、三つどもえはあの黒沢部長やっぱりただでは身を引かなかったっていう、うん、あ、なるほど、とはいえですよ、とはいえ、うん、そのさっき黒沢部長と春田と牧の三つどもえみたいなお話もしたんですけど、とはいえやっぱりここは夫婦なので、そうですね、はい、ラブラブなデートシーンもございました。やったー、黒沢部長のその結婚生活のアドバイスを受けて、うん、その春田が牧に電話をして、うん、お前が頑張ってるの知ってるからみたいな励ましをした後に、うん、退勤後の牧くんを春田が迎えに行って、おー、いいですね、そのカイロ、うん、寒いからカイロ持ってきたって言って、マキのほっぺたりこうグーって、かわいい、はいはいはい、それでもう本当に犬系彼氏みたいな感じですごい可愛かったんですけど、はいはいはい、やっぱりマキくんもそれに嬉しそうにしていたりして、うん、やっぱりラブラブな2人で、でもやられっぱなしのマキくんではなくて、うん、マキくんが春田に赤いマフラーをプレゼントするんですよ。モコモコになる春田ももう可愛かったです、うん、かわいい、いいですね、可愛いっていう、はい、
じゃあ付き合ってるというか結婚してからのこうラブラブっぷりも、はい、まあ、しっかり見れてっていうところももちろんあってって感じですね。ありました、そうです、はい、初詣に2人で その後 雪のイルミネーションとも雪のコントラストが最高の中、はい、うん、初詣に2人で行って願い事をするんですけど、はいはいはい、そこでもうバラブラブっぷりが爆発しておりまして、はるたがあの自分の願い事を叫ぶんですけど、それにマキ君も答えたりとかしていて、そこはもうぜひ、ね、じゃあこのそうですね、はい、ラブラブっぷりも、まあ、見れると。見れます、安心です。三つどもえだけじゃないです、はい、大丈夫です。で、あの、はい、私その事前のその情報をちょっとチェックしたんですけど、はい、今回からあの新キャラの、はい、あの井浦新さん演じる泉と、はい、あの三浦翔平さん演じる、はい、あの陸道くんですかね、おにぎり屋さん、はい、の二人が出てくるんですけど、この二人はどうなんですか、1話の段階では。いや、もう謎に包まれていて、これも気になるところなんですけど、泉さんがその中途採用で春田の部下になった、うんうんうん、新人の方なんですけど、うん、なんか不思議というか、うん、なんか何もできない感じというか、うん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 、ちょっと幸薄そうな感じだったり情緒不安定なところがあったりして、うんうんうん、大丈夫かなってなるキャラクターで、陸道さんの方は、うん、あの本社のキッチンカーが出てるんですけど、うん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 、そこでおむすび専門店の、うん、あのお店を出している方なんですが、はい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 、それがおかかおにぎりだけしかないおにぎり専門店っていうなんか何を食べたらこの設定思いつくんだろうっていう謎の方なんですけれども、うん、まあ、これまたイケメンな、いや、そうなんですよね、はい、この二人の感じすごい気になってるんで、はい、またこのそうなんですよ ね、 そうですね、メインの主要の3人のところですかねにどう絡んでくるのかとかも気になってますね、はいはい、この二人が、はい、ハルタとマキ君の新居の近くに住んでおりまして、なぜか、はい、あのハルタが出勤しようとしたら泉さんが血だらけで道端で倒れているっていう、怖で、え、何、はい、大丈夫って思ってる視聴者をよそに陸道さんが、はいはいはい、あの泉さんを抱えて、はい、グビッて抱えて、うん、今はもう忘れてくださいみたいな、秘密ですみたいな感じで、何が起こっているんだ、回収していくっていう、うん、え、何っていう、謎に包まれてますね。謎に包まれていまして、あのここの2人も、うん、あの次回予告でまた出てきたんですけど、うん、その春田が陸道さんにおにぎりで口止めされてるシーンとかもあったりして、うん、気になりますね。これ何なんだろうっていうところで、はい、終わってるんですね。終わってますね。じゃちょっと2話以降楽しみですね、はいはい、2話以降はあの覚醒した黒沢部長と真木くんの嫁と姑のやり取りが勃発したりとかするみたいなので、ちょっとそこの辺もやっぱ一筋縄でいかないのがオッサンズラブの魅力でもありますので、じゃあぜひニューエコーもちょっと楽しみ に、はい、していきたいと思います。はい、はい、ということで、はい、今回はオッサンズラブリターンズの、はいはい、1話の感想をアプリコットさんにいろいろ語っていただきましたが、はい、ちょっと私まだ見れてなかったんですけど、はい、今のお話いろいろ聞いて、はい、すごい気になってきました。新キャラの謎とかちょっと気になりませんか。はいはいはい、はい、なります。またね、あの前作からあった三つどもえの関係もまた波乱の展開がありそうで、はい、ちょっと今期もしっかり追っていきたいですね。そうですね、はい、で今毎週金曜日ですかね、はい、金曜日にてあの放送がありますので、ぜひちょっとこの動画を見られた、はい、あと第2話の放送があると思うので、はい、ちょっとそれぜひこれを見て一緒に追いついて、はい、いければなと思います。はいはい、あと TVer 限定で、うん、あの春田とマキの新婚初夜の10分尺ぐらいのサクッと見れるものがございますので、ぜひそれも合わせて、それを合わせて、はいはい、ドキドキの内容ですのでご覧になってみてください。いいですね、はい、概要欄のリンクからですね、チルチル内であの今回のオッサンズラブの、はい、感想を紹介している記事も、はい、アップしてますので、はい、そちらに、リンクからアクセスしてみてください、はい、それではバイチル。